あ、なんかちょっと東京ドームだけちょっと違うんですよね、感情の込め方が、うん、まあ、きっかけだったんで、その自分がバンドをやる東京ドームっていうのが、うん、まだ全然目標ですね、うん、うん、だから昔はなんか武道館とか東京ドームとかでやる人っていうのはすごい派手な生活をして過ごしてるんだろうなっていう勝手なイメージがあったんですけど、自分たちがやってみて、あ、すげえ地味なんだな、ちょっと夢なくなっちゃいましたね。だそれだからライブの3時間っていうのは本当になんか夢のような世界っていうか、日常では味わえない刺激をだから自分たちも感じてるっていう、うん、ライブという非現実的な空間、中でもビジュアル系バンドは過激な衣装、メイク、刺激的なステージ演出で特有の世界観を作り上げる。ビジュアル系ロックの歴史は長い。そして常に日本の音楽シーンの一角を担ってきた。元メガデスのギタリスト、マーティ・フリードマン。彼はビジュアル系という音楽チームを日本の文化だと思う。ガゼットの PV 見たら、どっから見ても全部の角度が格好いいです。あのメンバーのアクションとか、演奏のフレーズとか、本当に格好いいですね。だからやっぱりなんかの音楽ファンとして、格好いい人見たいじゃないですかね。だからファンとして裏切られないですね。ヘビーロックを中心に展開するレーベルのプロデュースを手掛けるマーティ・フリードマン。彼が思うガゼットの魅力。やっぱり次から次へなんかのクオリティの高い想像力があふれるようなものが出してるから、だからあの曲が本当にしっかりしてるんですね。でもよく言われるのが、あのファンたちはそのイメージだけ好きだよ、音楽でどうでもいいというイメージあるんですけど、そのこと全然ないですよ。一番素晴らしいところは音楽的な話ですね。あのすごいなんかのキャッチーとか、あのギター弾きたくなるようなギターフレーズとか、ドラムのおかずがパワフルでかっこいいとか、あのミュージシャンになりたいような音楽ですね。だからやっぱりなんかガゼットをきっかけにして新しいミュージシャン何人も生まれたでしょう。だからそれをロックの元だと思いますね。邦楽でも洋楽でもなんか本当に聞いたら、あ、それも僕もやりたいっていう気持ちはやっぱりビジュアル系ですね。今ではガゼットの影響を受けたアーティストも多く存在する。あの時の声が2007年にデビューした JRKB、 彼らもその影響を受けたという。僕たちが始めた頃にもガゼットもすでに大きなバンドでいて、ガゼットのプロモーションビデオバーッと集めてみんなで家で見たのとか思い出します。そして奇抜なメイク、ステージ、多様な音で刺激を与えるビジュアル系に魅せられていったという。
まあ本業の仕事があって、そのままの姿だとやりづらいな、音楽活動がやりづらいなと思って、まあもう一つ人格を作るならやっぱり化粧して身なりを変えないと無理だなっていうところからビジュアル系バンドを選んでやり始めたんですけど、まあ音楽をいかに楽しむのかっていうことに特化した場合、ビジュアル系っていうソースが乗ってる方が僕たちは楽しめるって言ってビジュアル系始めてるんで、なんかあんなのビジュアル系バンドじゃないとかって言われるのはもう慣れっこになってて、だけどビジュアル系バンドっていうものをなんか近くで見てる存在としてはやっぱりそのエンターテインメント性はものすごく高いし、世界観もものすごく高いし、日本でしかないこのビジュアル系のジャンルはなんかもっともっと大きくなればいいなとは思いますけど。一言にビジュアル系といっても様々な音楽性のバンドがいる。そして当然楽しみ方は自由。なれ